駅伝とは、土地の質の悪さから休行を挟む必要がある土地を、指す。古代中国においては、駅地、長井田、ここ田などとも記されている。主来には、不駅の地は家ごとに百0 0世、1駅の地は200世、2駅の地は300世を配分すると記されており、駅伝を与える場合には、休行を見越した支給がされていたと記されている。春秋差子伝には、 進むの両位が、同じく、患者には、旗の昭が長江電制度を導入したことが記され、同じく、患者によって、漢に継承されたことが知られている。近電制導入後も、一駅は、通常の支給面積の2倍、再駅は同じく3倍の土地を支給する規定があった。日本の律令法においても、等の近電制に倣って電量には、液伝を区分電とする場合には、 規定の倍の面積を給付するという規定が設けられていたことが知られている。ただし、実際に液電が記録上登場するのは公認13年のことであった。そのため、当初は液電規定はほとんど行われていなかったとする見方がある一方、この時代の農業技術の低さから広範な地域に液電が存在したとする見方もある。液電は、 荒野などを開墾する過程で、地味の低さや灌溉用水の不足などから生じたと見られ、用水の整備や肥料、振興などの技術的方法によってある程度までは、熟電化できたものの、液伝として残された電磁も存在していたと見られている。なお、演技式によれば冬素電としての扱いを受けている。また、立料性における電磁の等級である多品に4等級目の しもしもだが登場するのも液電の区分電子級と関連していると考えられている。なお、休行状態にある液電を片嵐と称していたが、平安時代中期以後には片嵐と表記されるようになり、休行電に広く用いられた。また、現地において台頭してきた他と、名主層による開発、熟電化が進められた。ありがとうございます。